結局上位人気で決着くんっていうやからがいまして、えー、こいつが何をしたかと言いますと、あの、2021年11月27日、はい、阪神11レースですね。えー、フィデルという馬を本命にしてたんですよね。えー、で、このフィデルがまあ2番人気の、えー、馬やったと。えー、で、まあ、こいつのまあ信念がですね、結局上位人気で決着やと。ね。 競馬っていうのは、ま、荒れることがあって、それが目立つけども、半分以上は、結局上位人気で決着してますから、っていう信念のもとですね、え、こいつの買い目が3連単で、え、本命がフィデル2番人気で、え、相手がですね、紐が、え、1番人気、3番人気、4番人気の馬だけ選んでたんですね。非常に買い目を絞って、しかし、結局上位人気で決着やと。ね。 だから、結局上位人気で決着軍の3連打の回目は、えー、1番人気と2番人気と3番人気と4番人気だけ勝ってたんですよ。えー、ほんならこのレース1着が5番人気でした。これ犯罪やろ、これ。そんなことあるもう1等入れとけや。なあで、えー、1着5番人気。ああ、この時点で外れなんですよね。 えー、で、10頭立てなんですよ、このレース。10頭しか出走してないんですけど、ね、2着が9番人気が来てる。うん。すっごい荒れてる。はい。で、3着がね、その言ってた本命のフィデルってやつ来てたんですよ、2番人気。でもこれはフィデルを1着後手にしてたから意味ないんですよね。えー、結果3連単が434番人気の243,030円。逮捕です。 全然結局上位人気で決着してへんやん。はい。競馬に関わってはいけない人間です。うん。1着まで言いますよ。一着5番人気、2着9番人気、で3着はフィデル2番人気、こいつは来た。4着6番人気、5着8番人気。エクい。全員、どこいった。エクいぐらい荒れてるやん。 こんなことあるかという。まあまあ、こいつはもう逮捕決定ですね。はい。まあ、まあ